みんなおはよう。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 あ、ゆみちゃんおはよう。やっぱゆみちゃんの入れたコーヒー美味しいよ。ゆみちゃんのコーヒーを捨てないと美味しい。いつもありがとう。あ、そうだ。今度さ、先方の田中さんとさ、ゴルフ行くんだけどさ、田中さんがゆみちゃん連れてきてよっていう、うるさいのよ。お願い、一緒に来てもらっていい？みんな喜ぶのよ。やっぱ、ゴルフ行った時に、花が咲いてたらみんな喜ぶからね。ほんと？うわ、嬉しいな。じゃあ、今度ご飯ご馳走するやん。よし、あ、これ。これ、すごい、もう、500万ぐらいかな。うん、金でできてるかな。すごいでしょ。そう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 。ほら、見る。まあざっと500万ぐらい。一緒にご飯行ってくれたら、時計買ってあげようか。ゆみちゃんに。迷ってんじゃないの。だってね。あ、上村さん。はい。作っといてくれた資料なんだけどさ。はい。間違えてたよ。内容。あ、いえ、でも、部長に言われた通りに。言われた通りじゃなくて、間違ってたっつってんの。あのさ、何にもできないね。上村さん。何もできないんだったらさ、なんか、ゆみちゃんみたいに可愛かったらいいよ。頼みますよ。もうどんだけミスすんの。恋人もいないしさ、コーヒーも入れたりもしないし、もういいよ。もうなんか早くなんか結婚かなんかしてさ、もう会社が出てってよ。お願いだよ。もう頼みますよ。なんか上村さん見てるともうなんかね、イライラすんのよ。顔を毎回見るたびにすごいイライラするの。ねえ、わかるお前ら。なんかムカつくよ。ちゃんとやってください。仕事ぐらい。そこぐらいしかないんだから。ゆみちゃんみたいに可愛さとかないんだからね。お、返事は？はい。あ、ちょっと正面行ってきまーす。みんな、俺のさ、時計知らない？昨日から、なんか無くなっちゃってさ、知ってる人いない？いや、カメラさん、知らない？さあ。見てない？はい。そうか。どこ行っちゃったんだ。部長。部長、これ。ゆうこちゃんから。え？預かってて。何？なんかバレンタイン。え、嘘でしょ？ゆうこちゃんから？はい。俺に？はい。うわー、嬉しい。おー、手作りじゃん。え、ちょっと待って、なんか金粉乗ってたけど。うわー、すげー。これ食べていいって？今日ゆうこちゃんお休みだからって言って。あ、そっか。今日休みだもんね。はい。わ、嬉しい、ゆうこちゃん。いただきまーす。
わあ、なんか、ゆうこちゃんが手作りしたぬくもり、すごいこもってる。おいしい、ゆうこちゃん。ゆうこちゃん、おいしいよ、ゆうこちゃん。あ、金粉がすごい美味しい。ああ。嬉しいな。ゆうこちゃんいないしとこ。ゆうこちゃん、バレンタインチョコ美味しかったよ。ありがとうね。え、何のことですか？ん？どういうこと？え？部長、それ、ゆうこちゃんが作ったチョコじゃないです。は？それ、ゆうこちゃんからじゃないんです。は？何言ってる？実はそれ、はあ、私が作ったんです。はあ、まあでもほらなんか少しインパクトに、なんかインパクトが足りないなと思って、部長のお気に入りの金時計を溶かして金箔にしてチョコに入れてみました。お味はどうですか？さぞ美味しかったでしょうね。500万もするんですもんね。きっと美味しいはず。500万の金箔が乗ったチョコ。ありたことない、そんなの。お前お前それ本当か？本当ですよ。美味しいです。美味しいでしょうね。お前いい加減にしろよ。お前ゆうこちゃんが作るわけないじゃないですか、部長なんかに。お前やりやがったぜ。よかったですね、お気に入りの金時計が体内に入って。お前これでなくすこともない。ただで済むと思うだよ。ああ、大丈夫です。私もう会社辞めるんで。は？会社辞めます。そして、これまでの部長のパワハラの音声、さっき社員全員に送っておきました。それじゃあ私は、婚活に行ってきます。ちょっと待てよ。失礼いたします。おい！神村！ギャーもう見てね、おすすめ動画もあるよ。